佐都市弁学園中学校、高等学校。佐都市弁学園中学校、高等学校。地弁学、区園中学校。高等学校は、奈良県五条市に所在し、宗教法人、弁天衆を母体とした、学校法人地弁学園が運営する、全日制の中高一貫教育をひ下げする、私立中学校、高等学校である。高等学校では、中学校から入学した。 内部進学生徒と高等学校から入学した外部進学生徒との間では3年間別クラスになる併設型中高一貫校別クラス型高野山新言宗の流れを組む仏教系新宗教宗教法人弁天修宗本山が取徳体三位一体の教育を目指し奈良県五条市に1965年昭和40年 佐藤市弁学園高等学校開校。1967年、昭和42年、佐藤市弁学園中学校開校。後に、理事長健康長となる、藤田寺志清は恩師である元田高校長に、教育のシステムをこい、私立中高一貫教育の時代が来ると信じて、学園の教育体制の確立に力を注いだ。開校当初は優秀な生徒が集まらず、10年間は、 苦労の連続であったという。開校4年目の1968年、昭和43年、公式野球部が夏の甲子園選手権第50回大会に春夏通じて初出場を果たし、ベスト16、3回戦に進出。その活躍は生徒たちに感動と自信を与えた。初期の頃は生徒の90%が就職する学校であったが、中学時代は 南関大学合格は難しいだろうと思われた。生徒が赤赤同率などに合格したため、次第に学力のある生徒が入学するようになったという。現在は県内有数の私立進学校となっており、奈良県内だけでなく県外からも生徒が進学する。県学の精神は、心身ともに健康で、使命感を持つ誠実な人間の育成を目標とするである。 弁天宗の教義に基づき、誠実、明瞭を教育理念に据える。総合的な思考力と周到な応用力を十二分に養い学力の徹底的な充実を図るため、60分授業を展開している。校内に、寄教寮という名の学寮を設けている。定員は100名である。現在、6年生、コース、3クラス120名、英数コース。 二クラス八十名、普通コース、一クラス約二十名、全国大会を目指す、公式野球部が主体の三コースからなる。2018年7月11日、兵庫県南アージ市天塩山地での臨海学校にて、生徒二人が波にさらわれて溺れているのを発見した、引率の男性教師が着衣のまま助けに向かった。溺れた生徒は、無事だったが当該教師は、 意識不明の渋滞1975年、昭和50年より毎年4月に、韓国に修学旅行に行くのが恒例となっている。二代目理事長、健康長、藤田寺志清の、日本が韓国を支配した35年を食材する、という信念によって、長年継続さるものである。韓国では、 韓国間高校者による歓迎式典が開催されるなど高く評価されている。日本の太古の文化は朝鮮半島由来であるとして、そのルートを逆に辿って知識を深めるためにフェリを使ってカイロで不参入りするのが恒例となっている。また、ソウル市の関陽工業高校など海外に3つの姉妹提携校があり、留学生を受け入れている。2004年、平成16年には、 ロブゲン大統領より産業の発展と両国の親善に尽くしたとして産業法省が理事長へ贈呈されている。44年目となる2018年には、智弁学園和歌山高、智弁学園高、智弁学園奈良カレッジ高等部の3校から43名が韓国、慶州市、大田、ソウルなどを訪れ、慶州市長などによる歓迎を受けた。2019年以降も、 韓国への修学旅行は推し進められ、韓国との交流をさらに深めることが期待されている。中学校では文化クラブで吹奏楽部、生物部、物理科学部、郷土史研究部、写真部、放送部、和太鼓部など、体育クラブでは軟式野球部、サッカー部、テニス部、剣道部などがある。高等学校の部活動は一般生は、 文化クラブがほとんどであるが、バスケットボール部や軟式野球部、テニス部などがある。スポーツコース制は、公式野球部のみとなっている。公式野球部は、高校野球、甲子園大会の常連校である。特に、夏の甲子園選手権大会での奈良県内の、高校野球会は、1971年の第53回大会から2012年の、 第94回大会までの42年間、佐藤市弁学園の他天理高校と、県立郡山高校の3校のみが、独占出場をする状況が続き、奈良も三夜とも呼ばれた。2016年春、第88回選抜高等学校野球大会に、出場。準決勝戦では、龍谷大平安、京都に、9回裏に 2X-1 で逆転、サヨナラ勝利で、 佐藤市弁学園高校として春夏、通時甲子園初の決勝戦に進出。同年の選抜決勝は、高松賞、香川を延長11回裏に X-1 のサヨナラ勝利で、佐藤市弁学園としても、史上初の全国制覇を達成した。2002年の第84回全国高等学校野球選手権、大会の3回戦において、 同盟校対決ではなかったものの、兄弟校である、佐藤市弁和歌山、和歌山と甲子園球場では初対決となった、結果は佐藤市弁和歌山7の三地学園、佐藤市弁学園のベスト8進出はならなかった。出場歴は以下の通りである、かつて陸上競技部は奈良県代表として年末に開催される全国高等学校駅伝競争大会の 常連校であった。男子の部は1981年12月に初出場、総合41位を果たし、県内では2016年まで最多の22年連続32度目の出場、最高順位は2000年2002年の総合13位。女子の部は2015年12月に初出場、同高校において、史上初の男女アベック出場となる、男子、総合6位、女子。 総合45位。翌2016年12月も2年連続でアベック出場となった男子総合38位、女子総合37位。しかし2017年度より陸上部は本校から里市弁学園奈良カレッジ、高等部、柏市へ移動となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。